はい、ビッグレンズのソシャック面です。650ポイントなんとか最低賃金は割らずに済んだが、ってことで、あ、割ってるか。水名神社にようこそお参りくださいました。水名神社名物の究極のおみくじを引いて、せーの、はぁ、開運運試し。え、今度こそ満了来るか。満了にいい思い出ないんだよね。ボタンだよね、やっぱね。ボタンを押せ。ボタンの花連打したら、大吉か。惜しいな。まあ、でも大吉もいいよ。25個だからね。また同じか、これでも。内容的には。一応ツイートしとくか。こっちだ。レアガチャじゃねえ、危ね。さやかちゃんも違うね。ここでいきなり浮気してさやかちゃんとかにして、いきなりさやか出てきたら困るんで、まどかでいきます。なんか読み込み入ってなかった今。もしかして来たか。やばい、ちょっとそういうあれはでもダメだよね。読み込み入ってるから来たとかそういう系はなんかちょっとあんま良くないけど、ここのね、十字の中心、この参拝陣形の中心をタップして、確定演出が出る前に目を閉じ、集中線が出る頃に目を開ける。よし。あー、ちょっと見えちゃったな。ウイが見えちゃいましたね。ウイチャンスだな、ウイチャンス。左側何だったんだろう。左側のディスクじゃなくて、アトリビュートによってはちょっと、ね。例えば光だったりしたらもうさ、あ、やばい、これ来たなってなるよね。今読み込み入ってたよね。あれのことなのかな。それともなんか、画面になんかこう出んのかな、ピーって横線みたいなやつ。読み込みが入った時は、なんかそのムービーがダウンロードされてなくて、ダウンロードされるらしいんだけど、でも冷静に考えたらムービーダウンロードしてたな、多分。これパソコン版だからさ。スマホ版だったらなんかムービーを、なんか容量削減のオプションがあるんだよね。こっちは、これパソコンだから多分何もないな、きっと。たまたまネット環境が悪くて、ナウローディングって出てただけかもしれない。この時間帯すごいネット重くなるんですよ。お、やった！これ、八千代さんの自慢の晴れ着。この時間すごいね、重くなっちゃうので、ネットが重くなることによって、なんか普通のなんだろう、ツイッターでなんか開くとか、それすらも重たいっていう状況が発生するんですよね。そう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 。今日もあんまり鼻の調子良くないので、これ、まあ、ちなみに明日仕事なんでね、もう明日仕事になるので、これ終わったらすぐね、おっ、待って待って、来た、え、ちょ、来たか、ついに来たか、これ来たんじゃない、やっぱ、あ、さっきの読み込みだ。読み込み要因じゃない、これ。明けましておめでとうございます。今年も皆様にとって良い一年になりますように。おお、やった。ちょっとくしゃみめっちゃ我慢してた今。危なかった、くしゃみ出そうだったもん。変身シーンの最中にくしゃみしたら目も当てられない結果になっちゃうからさ、押してみよう。カナメマドカです。これからホムラちゃんたちと初詣に行くの。だから今日はとっておきの衣装なんだよ。とっておきのやつ着ちゃったね。おい、嘘。おい、マジか、それ。嘘でしょ、やば。今年一来ましたね。やば、これスクショ撮っとこう。あ、これはね、もうね、取れ高しかない、このガチャ。このガチャ取れ高の塊じゃん。やったぜ。初めてじゃないか。今までにも2倍引きしたことあるような気がする。ただ、全く同じものが、あれどこ行った？今までね、したことあってもね、この2回同じキャラがするってことなかったんで、やばいな、これ。この引き。改めて、明けましておめでとう。大吉を引いて気分がいいから、何度でも言うよ。このウェヒヒヒって笑い方いいですね。鏡の魔女っていうぐらいだから。変身あんのこれ。
あーそっちねやばい、ちゃんと羽子板まで再現されとる。いいですね。この着物可愛くてお気に入りなんだけど、実はちょっと歩きにくいんだよね。新年早々転んだりしないように気をつけなくちゃ。いいですね。いやーでも これ出てきたのが結構予想外で、どうしようかなって迷うな。こうなるとあの晴れ着キャラ今まで持ってる中で唯一とっつってる晴れ着キャラみたいな感じになるから、追いかけ続けていくのか御霊とかそういう他のキャラ行くのか色追いを狙うのか、すごい迷いどころですね。キャラ性能とかも見て決めよう。めっちゃ気分いいわ今回は。ってことで、じゃあまたな。